タイ・チェンマイのニマンヘミン地区はチェンマイの南青山や大観山と言われるそうです。小さなブティックやカフェがたくさんあり、静かでおしゃれで女性が好きそうな雰囲気です。私もとても気に入ったのですが、やはりカフェが多くてのんびりできるのが好きなポイントの一つ。私はお酒が苦手なのと、チェンマイ旅行時は妊娠中だったので、夜もカフェがたくさん空いていたのは嬉しかったです。こんな感じでテラス席があるカフェが多くて、外でのんびりと時間を過ごせる素敵な街です。今回の動画はおしゃれタウンニマンヘミンの雰囲気を味わっていただく動画です。とにかくおしゃれなカフェが多くて、おすすめ紹介は逆にありません。雰囲気を味わってもらうだけのゆる動画です。まず1軒目がこちら、ビストレットコーヒーラボ。常に人気で混んでいて、ホテルに近かったので空いている時を見計らって入りました。とにかくコーヒーのメニューが豊富でした。こちらもホテルに近いおしゃれカフェ、サルダコーヒー。この写真のオレンジのケーキが気になり入ってみました。オープン直後だったので空いていました。すでに年が明けていましたが、まだクリスマス仕様のケーキもありました。1月でも暖かいので、外でも余裕でアイスが飲めます。テラス席から宿泊したアートマイギャラリーホテルが見えます。そして先ほどご紹介したビストレットコーヒーラボは目の前です。続いてはタイにいるならマンゴースイーツが食べたいということで、こちら人気店のマンゴータンゴへ。このお店は入るのに並びました。アジアあるあるですが、店内はかなり寒かったので上着必須です。かわいい店内には女性客がたくさんいました。旅行中、私は妊娠中だったので、夫がマッサージに行っている間、一人カフェタイムも結構楽しみました。店内はどこも Wi-Fi がありますし、のんびり一人でお茶するのにはぴったりです。カフェにはこういう写真映えするスポットがよくありました。マンゴーステッキーライスなどタイらしいメニューもあります。夜カフェができるお店も多いです。辛いタイ料理を食べるとスイーツが食べたくなります。欧米系のお客さんが多かったこのアイスクリームショップ、気になったので入りました。ニマンヘミンのお店は猫を飼っているところが多かったです。猫ちゃんも人慣れしているので、お客さんがいてもテラスでご飯を食べています。
可愛い猫を見ながらお茶ができて癒されます。別の夜に訪れたカフェティーテイルズ、お茶の種類がとにかく豊富でした。こちらのお店で夜お茶した時は、お店の猫ちゃんが普通に店内の席でくつろいでいました。可愛い看板猫ちゃんにも会いやすいのがニマンヘミンのカフェの良いところです。おしゃれカフェもたくさんあるニマンヘミンですが、おしゃれショップも多いです。お散歩しながら可愛いショップに入ってのんびりお買い物するのも楽しいです。このおしゃれなモールワンニマンも素敵なスポットです。モンスーンティーというお茶屋さんでお土産を選びつつお茶しました。お茶の種類がとても豊富で、店員さんに頼んで香りを嗅がせてもらったり試飲させてもらいました。とにかく店員さんが親切で楽しくお買い物ができるお店でした。小さいですがカフェスペースもあります。マッサージ店は夫曰く、この辺りはどこもスキルが高くリーズナブルで良かったそうです。美味しいタイ料理、おしゃれなカフェやブティック、そしてマッサージを堪能できるニマンヘミン、最高でした。こじんまりしていてのんびりした雰囲気が漂っているこのエリアは、普段忙しい方にこそぴったりだと思います。おしゃれエリアなので目からも癒されますし、それでいてリーズナブルなのが嬉しかったです。この動画で少しでも雰囲気が伝われば嬉しいです。